皆さんこんにちは。美容室アームの鎌田元です。最近食事で気をつけていることについて話をさせていただきます。現在68歳ですが、運動する機会が少なくなり、歩くことも少なくなってきているので、牛肉豚肉は極力食べないようにし、鶏肉を少し食べて、あとは野菜中心で、揚げ物も極力減らしています。お米中心の食事をし、魚を食べて油を取るように心がけています。どうしても余分なものを取りすぎるので、細心の注意を払って健康管理を心がけています。ありがとうございました。